ロシアンハウンドは、ロシア原産のセントハウンド犬種の一つである。別名はロシアンドラブイエローハウンド、コストルマハウンド、ゴンチャーヤルスカーや16世紀には、その存在が確認されていた、古い犬種である。もともとは、純血の犬ではなく、ロシアの広い地域で存在していたタイプ犬の一つであった。地方ごとにその地の土着のロシアンライカ犬種と、 輸入された西欧系のセントハウンドを掛け合わせて作られていた。このため地域によって様々なバリエーションが存在していたが、ロシア皇帝にその能力を認められ、パックを複数所有されるなど高い評価を受けていた。長らく純血犬種として確立されないままでいたが、1925年にロシア原産のハウンドについて調査が実施された。しかし、 1917年のロシア革命が起きた後であり、ほとんどのハウンドは貴族のものであったため、様々なバリエーションのハウンドがすでに消滅していた。そのため、スタンダードはコストロマ州にいたハウンドを元に設定された。主にのウサギを時にキツネやアナグマを狩るのに使われる。時と共に狩猟スタイルは大きく変わっていった。最初期は大規模なパックで、中期には2頭で、 そして、近代頃からは単独でのセントハントを行うようになった。最初期には、複数の犬でパックを作り、これで獲物の匂いを追跡し、仕留めるまでの作業をすべていった。中期での2頭の量は、本種とボルゾイのコンビを組んでいった。まず本種が獲物の匂いを追跡し、発見すると、ボルゾイにバトンタッチして追いかけ、仕留めてもらった。なお、 混血が起こらないよう、なるべくコンビは性別が同じ犬同士を選んで組まれていた。異性同士の組み合わせで稀に混血犬が生まれることもあったが、これは認めや能力で両親のどちらかの役割を担わせ別の犬とコンビを組ませて使用された。なお、この雑種は必ず虚勢、否認が施された上で刺激された。近代に入ってからは単独での狩りに用いられるように、 なり、一頭で捜索、追跡、仕留めるまでの全てをこなすようになった。現在ロシアでは最も人気の高い、セントハウンド犬種で、年間に1000頭以上の子犬が生まれている。しかし、この陰で実猟犬として生まれながら、才能を持ち合わせておらず、生後数ヶ月で殺されたり捨てられる犬が多くおり、社会問題になっている。狩猟に使えなくなった老犬も、 同様に捨てられたり殺されることがあり、運よく動物愛護団体に救助される犬は、ほんの一握りに過ぎないとする専門家もいる。狩猟が今日も活発に行われている地域の動物保護施設では、こうして主人を失ったロシアンハウンドが数多く収容されていると言われている。ロシアンハウンドは、ほぼすべてが実料犬として飼育されているが、一部は消毒に、 実料リタイア犬や保護犬はペットとしても飼育されている。ロシアでは非常に人気のある犬だが、原産国外では極めて珍しい存在である。ライカ犬種とセントハウンド犬種の良いところを合わせたような犬であると言われている。ライカからは病気への抵抗力と声声、セントハウンドからは嗅覚の良さを受け継いだ。筋肉質で引き締まった体つきをしていて、 足は長く走るのが早い。通常の長さのマズルを持ち、嗅覚は優れている。耳は垂れ耳、尾は飾り毛のない垂れを。コートは厚めのショートコートで、毛色はホワイトをベースとして、くすんだ黄色のブチが入ったものが一般的だが、他の毛色もある。大型犬サイズで、性格は忠実で、従順、冷静であまり表情をあらわにしない。 有効的でしつけの飲み込みは普通、状況判断力は高い。吠え声は抑揚があり、内科圏同様、療中だけでなく、意思表示のためによく吠える傾向にある。しかし、しつけによってやめさせることが可能である。運動量は非常に多く、初心者には扱いにくい犬種である。ありがとうございます。